はいどうも、ボブチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。えー、今回もお酒飲んでみたシリーズやっていこうと思います。えー、今回で160回目でございます。今回いただきますのは、えー、キリンから出ております、氷結ストロングマスカットでございます。えー、こちらのが、えー、アルコール9%、えー、果汁0.6%となっております、えー。なんかあの、氷結のストロングのマスカットって何回目かのような気もするんですけども、 また新しく出てきました。はい。あの、缶のデザインも最近よく出ているあの、レモンのやつですかあの系統であの、表と裏のあのジャケットが違うみたいな感じですね。はい。えー、その辺のリニューアルはいいとして、えー、問題は中身でございますんで、はい。 えそうですね、最近の氷結の限定の系統は、あまり、あのー、残念なことに当たりがないので、ここら辺でそろそろ当たりを引いとかないと、まずいかなと、はい、そう思っております。はい、ではワンハンドで開きましたんで、いただいていきます。いや、これはですね、すばら,らしい。 素晴らしいとしか言いようがないですねこのマスカット感が先に来るアルコールを感じさせない一番ヤバいパターンですねストロングとしてははいあのグイグイいけるやつですよこれはあのー、なんだろうな0.6だからそんなんすごくねえだろうと思ったんですけどもこれはかなりマスカット感が強いですね はい、まあアルコールをそこまで感じさせずにこれだけ飲ませるというのは、うんまあ、氷結の恐ろしいところですよね、えー、なんだろうなあのシャルドネとか氷結は出てますけども勝てるんじゃないのかなもうちょっと飲みましょうかああこれ二口目だけどまだグイグイいけますねはい これはかなりいけますよ、今回の。これに最近見てたあの、レモンスイカとかレモンミントみたいな、ああいう、なんか失敗作みたいなものよりは、もう,こう確実的なところだと思います、これは。はい。これで酔えるなら、もう私は文句は言いません。それぐらいこれはいけます。そしてまだ、 あのマスカット感が先行しててアルコール感を感じませんああもうこれやばいやばい薬と同じですねもう,もうちょっと飲みましょうかこれ飲んでるシーンが2分ぐらいなのに3回分飲んでるっていうのはこれなかなか飲めるやつですよこれは1回試した方がいいですね期間限定ですんでお早めにとご視聴ありがとうございますチャンネル登録 高評価、低評価、コメントなどよろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。